どうもウリーです。はい、バングラディッシュサッカー前半戦ハイライト動画、今回は最後の第4弾ということでお送りしていきたいと思います。はい、今ボールを持ってパスを出したのが僕です。4-3-3の、ディフェンシブミッドフィルダー、アンカーのポジションですね。こういうセカンドボールを、はい、拾って潰して前に出すと、攻撃の芽を摘んだりセカンドボールを拾ったり、簡単にボールをさばくというのが僕の役割です。はい、ちょこんとセカンドボールを今拾いました。前方にコースを見つけてワンタッチでパスと。はい、こういうね、遅れたファール多かったですね。この試合痛がってます。はい、ボールぶつけられます。ちゃんとボールぶつけられるまでがね、僕の仕事なんで、相手スローインのこぼれを、はい、予測して、はい、カットと。だんだんユニフォームが汚れていきますね。一番ユニフォームを汚れてなんぼの選手です僕は。はい、収めてパスと。はい、このガシャガシャってなったところ、はい、さらにガシャガシャにする男、はい、自分で自分の足蹴って転びました。これは、はい、相手の外国人、これ2人いってね、なんだよこれこんな軽いプレーねえだろうと思って、はい、ここでしっかりボールをかっさらうとノーファールです。ちなみに、はい、自分でこけました。自分の足に引っかかりました。これはちなみにですね、天の声で試合解説するシリーズもしばらくは上げない予定です。まあ、というのもね、まあ試合がないというのがあの現状でして、ロックダウンの影響で、なので、後期の終わり頃にまた上げていきたいと思います。ワンタッチで裏パスと。これね、もうちょい前に走り込んでほしいんですけどね、本当のところは。相手のクロスをスライディングでカットと。たまにね、ディフェンスラインに入って、ディフェンス陣が空けたスペースを埋めるような役割もします。はい、こういうところも一番多分スライディングしている、バングラディッシュサッカー界で一番スライディングしているのが多分僕かもしれません。引き寄せてパス。ここ最近ね、ヘディング2人がかりで相手が来るようになりました。2人がかりでもね、やっぱり勝たないといけない宿命、勝ち続けないといけない宿命、はい、触りました。勝ち続けないといけない宿命が僕にあります。ちょっとね、やっぱゴールに絡むシーンがないとね、天の声の解説しがいもないんだよね。こういう、ほらほら、こういうなんか、アフターファールのね、これ痛がるシーンばっか乗ってる気がします僕。過去をやってね、拾ってパスと。まあでもこれでもだいぶカットしてる方なんですよ、僕が絡んでる地味なシーンとか。落下地点を読んで下がりながらよいしょと。今気づきましたけど、テレビの実況解説サボってますね、だいぶこの日。センターバックからもらったボールをアウトサイドで、はい、ちょんと前に。あのね、ギリギリまでね、どこ映してんだよっていうカメラワークがね、あったりするんで、今みたいにね、キレキレになっちゃうんですけど、こういう動画編集も、はい、相変わらず汚れてます。もうね、服がね、この時にはもうだいぶ真っ黒になって、あ、予測してここでカットと。もう真っ黒ですね、背中は。こういうシーンもね、もうその前のシーン観客映してましたからね。はい、左バックのね、選手かと思って、俺かって思って、はい、ギリ反応してパスと。だいぶボールもね、跳ねますからね、多分コントロール難しいんでしょうね、外国人選手の超速いやつの突破。はい、危なかったです。左足を残しましたからの、はい、前にちょんと。この試合は第11節ですね、先ほどは10節でした。スローインのこぼれを前に、はい、出したのが僕です。で、相手はですね、シーズン前半戦ハイライト動画第1弾に出てた2試合目の相手です。ムキリジョだと言って、キャプテンが日本人の加藤選手ですね。で、加藤選手はこのチームの財政危機を救ったというので、朝日新聞やナンバーなどのね、サッカー雑誌とかにも、最近出演されてました。こういうね、結構際どいところ出してきますからね、センターバック。はい、展開とワンタッチでくさび、後半、はい、ここケツでね、抑えてパスと。
相手攻撃のこぼれ球を拾ってワンツーと、そこから裏パス。カメラがね追いついてないな、このねスタジアムでやるときのねこの角度からのカメラも本当になんか運動会のお父さんカメラなんですよね。はい、反転から展開と、そこからチャンスだと思ってね駆け上がって、はい、こっから狙います、押されます、ファールもらえず、ファールもらえず、はい、寿司三昧抗議、相手の攻撃、中央にいるのが僕です。で加藤選手が、はい、加藤選手はね代用注意人物なんで、はい、すぐさまカバーに入ってなんとか阻止することができました。 3,4 人で囲まないとね、あの本当に危険なんで、これが最終節ですね、前期の。はい、今さばいたのが僕です。ヘディングカット拾ってパスと、よいしょ、ここ開けといて、はい、ここと誘いスライディングですね、相手の心を読んで誘ってのスライディングです。クリアをパスカット、ここでですねポジション被らないように、はい、相手のね中心に、三角形の中心に入ってアウトサイドのフリックパス、よくやるやつですね、僕の定番のやつです。この試合はねちょっと高い位置でプレーしてましたね、コロコロ変わりましたけど、はい、今競ったのも僕です。ちなみに、はい、こういう風に先にジャンプする方が絶対ヘディングは強いです。いやこれは目の前でハンドでしょう、審判もね取ってくれませんね、なかなか本当に八百長があるんじゃねえかってありますからね、バングラーのレフリー高い位置いますね、永田、今触ったのが僕です。はい、これね、これだけで多分ね 2,3 分は解説できるんだよな。これねあえてこっちに重心乗せといて、はい、ここ誘ってドンと、いやーこれは痛いね、これ結構痛かったね、これ確か。はい、仕返しとズドンでさっきやられたウズベキスタン人を頭突きでかましました、後頭部にズドンと、もちろん狙ってないです、もちろん好意ではありません。まあでもこのね試合、まあ、この試合もそうだし、この動画のね最初の試合とか結構ねこういう風にアフターのファール狙われましたね、だいぶだいぶね来ましたね、あいつら。アウトサイドで、はい、チョン、混戦をチョンと、やっぱりね最終節体が重そうですよね、全然なんかアジリティが鈍いというかついていけてない感がすごい否めないです、と言いつつね、と言いつつ止めます、はい、というのはね前振りで止めます。はい、キーパーからこんなボール来ます、はい、ゴールキックで4対1、相手に囲まれているところを浮き玉で左足に、ありがたいボール来ます、ちょんと。でもね本当によく思うのが、バングラデシュの選手なのかうちの選手なのか分かんないんですけど、混戦の時のボールの突き方とか体の入れ方、拾い方、バウンドの読み方、こぼれるところの読み方がね悪すぎる気がして、だいたいファールになったりボールが取れなかったりするんですよね。おー、これね、はい、永田、ここからまた2枚バレ競りに行きます、2枚バレ競りに先ジャンから、はい、ちょんと、いやーこれ落とすね、ボール、ここは、はい、読んでのセカンドボール、これねこの試合で多分一番難易度高いだろうなと思ったプレーです、実は。飛んで、はい、これも別に狙ってないですかね、ボールが浮いてなんか浮きがわしになってますけど、たまたま浮いただけですからね。だからねワンタッチでねダイレクトでね前に落とすのとかねすごい難しいんですよ、実は。
まあ、動画じゃなかなか伝わらないやった人にしかわからないプレーなんですけど、これもねどうやったらオフサイドになるんですかね。狙い通りのボールだったんですけどね、誰がオフサイドだったのかわからないです。これとかねワンタッチ予測して入ってきてるんですけど、むずいんですよね。あれ地味ですけどね、これ結構渋いプレーなんですよ。はい、こぼれ球前にクロスのこぼれ、トラギワをちょんとセンターバックが突っ込んできて、はい、どきます、どいてくさび入れたかったけど、はい、タイミング合わず、はい、戻しと。運んで相手をね絞らせてから外に出すと、はい、これも3人目の関わり方からのクロス、はい、クロス、これね、惜しい、靴一足分でしたね。はい、高石のプレッシングでボールダッシュ、ファールをもらってから、はい、裏パスと。そんな感じで第4弾ハイライトが終了です。今現在ねリーグ戦6位なんで、これから上位に食い込んでいけるように精進していきたいと思います。最後まで動画のご視聴の方ありがとうございました。